皆さんこんにちは、田村マキポです。平成29年の年頭にあたりまして、鈴木健一市長にこれまでの取り組みや今後の市政運営などについてお話を伺います。市長よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、昨年の伊勢市といえば、はい、やはり伊勢島サミットですよね。はい。 無事に終えられまして、国際的にも注目を浴びることとなりました、そのほかにもさまざまなことがありましたが、はい、市長は新たなことにまた取り組まれていることと思いますが、はい、昨年の感想をまずは市政の取り組みにつきまして、市民の皆様に大変なご理解とご協力いただいていることを、まずもって感謝を申し上げます。 昨年の一番大きな出来事としてはや、えー、はりです、ね、5月に開催された伊勢志摩サミット各国首脳が伊勢神宮を訪問され伊勢の地にお越しをいただいたことは本当にありがたいことだというふうに感じております、えー、市民の皆様にはです、ね、サミットを通じて伊勢おもてなし会議こちらのほかクリーンアップ活動や花いっぱい運動たくさんのおもてなし事業を実施をしていただきました市民力の結集 これをですね今後のさまざまな事業にも活かしていきたいという,うに思っています。はい、またですねサミットを契機にあの国際メディアセンターというのが設置をされ、また伊勢市独自としても伊勢市や東京都内にも情報発信センターを設置をして地域情報の発信を行いました。 その結果ですね国内外全国のメディアにもですね伊勢に関する情報が発信をされますまたたくさんの観光客の方々もお越しをいただいているところでございますで、特にあの外国人の観光客の方もですね本当に年々増加をしてまいりましてこういったサミットの効果をですね最大限に活用して国際観光として都市として これまで以上に取り組みを強化していきたいというふうに考えています、はい、市長は、はい、これまでの継続事業に加えまして、はい、これからまたたくさんの新たな事業に取り組まれることと思いますが、はい、ここでは今後の取り組みなどについて、はい、今のおお考えをお聞かせください、はいえー、まずはですね、えーと、伊勢市だけにかかわらず。 あの日本全体的にこう人口構造の変化、えー、具体的にはこう人口が減っていったりです、ねえー、子どもの数、えー、またあの少子化、高齢化というのはです、ね、こういった課題に直面しているわけですけれども、えーまあ、こういった人口構造の変化に合わせたまち、えー、づくり、えー、そういったことに、実は取り組んでまいりました、はい、でそういったところで,です、ね、例えば、えー、小学校、中学校の再編であったり、えー、市民病院の、えー、新規建設。 またあの高齢者の方の認知症のサポート、えー、こういったものに取り組んでいきましたけれども、えー、ようやくこういったです、ね、取り組みがあの先がこう見えてきた部分があって、はい、でこれからはです、ね、やはりこう伊,勢市に、えー、伊勢市で暮らして、住み続けていきたい、えー、こういったです、ね、人口が、えーまあ、なかなか増えるところはいかでい,いきませんけれども、えー、人口が減らないような、そういった取り組みを進めてきています。はい、でその中でもです、ね、特にいいたしましまては、えー、出会い こういった場所の作りや結婚、妊娠そして出産をです、ね、望まれる方に対してしっかりサポートできる環境づくりに取り組んでまいりました具体的にはです、ね、安心して妊娠・出産・子育てができるように切れ目のない支援を行うママ安心サポート医生こういった取り組みを進めています。はい で昨年12月にはです、ねえー妊、妊娠中やあと出産直後の,あのお母さんが気軽に、えー、立ち寄っていただける、えー、ママホットテラス、えー、子育て世代包括支援センターというのをです、ねえー、保健センターに、えー、整備をしたところです。でこういったところで,です、ねこう、妊娠中やこう出産直後にこうどうしたらいいかなとか分からんなってこう不安に思う気持ちをです、ねえー、ご相談いただけれたらいいなというふうに思っております。はい またです、ね、えっとまあ、平成27年にです、ねえー、ミタス伊勢、こういった場所があるわけなんですけども、えー、出会い,をいや結婚を希望する人が、なかなかこう出会いを場所が何やとかです、ね、そういったごをたくさんいただきましたので、伊勢出会い支援センターを設置をさせていただいたところです。 現在あの、大体センターでは年間3000件ぐらいのご相談を受けて回っておりまして、はい、あのご本人はもちろんのことなんですけどもあのご家族のこ方がこう心配されたりご親戚の方でも、えー、ご相談を受けさせていただいておりますのでぜひご活用いただきたいなという,ふうに思っております。はい この出産後のママというのは、不安な気持ちが本当にね、はい、ね出てくるものですね特にこう昔と違ってです、ね、もう各家族がもうぎゅっと進んできていまして、うん、なかなかこう気軽にご相談できる環境がない方も、はい、えたくさん見えますので、そういったことを地域全体で応援していく、そういったまちづくりにしていきたいなというふうに思うう、はい、嬉しいサポートですね。 では次に、はい、観光面について今後の取り組みについてのお考えを聞かせてください。はいはい、えー、特に瀬氏はですね、えー、観光がリーディング産業ということでこれまでの力を入れてきているわけですけれども、はい、えー、主にえ三つの柱に取り組みを進めています。はい、で一つ目がですね、えー、とバリアフリー観光という言葉で、えー、高齢者の方や障害のある方でも安心して 大石さんに来ていただける楽しんでいただける取り組みっちのを進めております。はい。えそういった中でですね、特に伊勢神宮の内宮にこう宇治橋を渡ってからずっとですね参道歩いていただくと、最後五重殿に上がる手間に大きなこう石段が あそこはやっぱりこうあの、例えば車椅子をご利用の方とか、はい、え高齢者の方でちょっと足がしんどい方とかはです、ね、えー、ちょっとなかなかこう、お署でも上がれることができなかった、えー、そういった背景があって、ですね、えー、これまで NPO の皆さんや、ね、ボランティアの皆さんに、 その車椅子のご利用の方をよい、しょとこう担いでご省電までこうご案内するっていうこうボランティア活動をしていただいておったんです。はい、で、そういった中でですね。あのー、非常にこう。僕もこう。実際にあのお手伝いさせてもらったことがあるんですけども、もうすごい喜ばれるんですね。で、今までこう旅にもなかなか。 出れなかったり、えー、外に出ることができなかったんやけども、えー、伊勢やこう鳥羽島この地域に来たらです、ねうん、安心してそういったこう、あのー、参拝のお手伝いをしていただけるということで大変こう喜ばれる様子があって、うん、でそういったことをこうずっとこう続けてきたんですけれども、えー、今回、あのー、先ほど申し上げました、えー、伊勢志摩バリアフリーツアーセンターの皆さんこういった方こうあと工学館大学さんもそうですね、はいえー、たくさんの方々と協力をして、えー、伊勢おもてなしヘルパー こういいっったた、ね、制度を作ってまいりまりしたこのです、ね、ヘルパーというのは実際にそういった車いすの方をどういうふうにお手伝いをしたらいいのかどういったときにお声がけをしたらいいのかこういったです、ね、お話もさせていただいたところでございまして現在このヘルパーの方々が70名以上。 もですね、在籍をししていたただくことになりまぜひ2月からです、ね、サービスをスタートする予定にしておりますのでぜひともご期待もいただきたいなというふうに思っております、はい、また2つ目の主な取り組みですけれどもスポーツ観光というのをです、ね、これまで取り組みを進めてまいりました、はい、特に市内ではです、ね、これまで野球、サッカーソフトテニスの合宿とか大会の誘致に取り組んでまいりました。はい そして今後はですね平成30年度に東海地区で開催をされます全国高等学校総合体育大会インターハイですねこちらのですね総合開会式が伊勢市で開催をされますまた陸上競技男子バレーボールやサッカー剣道の開催も予定をされておりまして三重県や関係団体の皆さんと連携を図り 着実に開催の準備とあとは選手の育成にもですね。取り組んでいきたいという風に思っております。はい、それからですね東京オリンピックパラリンピックの翌年となる平成33年こちらでは第76回の国民体育大会三重常若国体の開催も控えておりますこちらでもですね。衛星ならではのスポーツによる集客そして皆さんに喜んでいただけるおもてなしにしっかりと取り組んでまいりたいという風うに思っております。はい。 スポーツを通して広がっていく伊勢というのも嬉しいです、ねはい、そうですね、あのいろんなこうスポーツのです、ねえー、競技が来ていただいて、はいで、その競技を頑張っている子どもたちがその姿を見て、はい、またこう一歩一歩こう成長していく、はい、その姿がすごく、えー、楽しみでもあります、はいでえー、3つ目のです、ねえー、取り組みといたしましては、はい、国際観光都市、こういった取り組みであります。これまでどううしてもこうお伊勢さんというととい日本国内や あお伊勢さんな、神宮さんなってこう知っていただいておったんですけども、えー、これがなかなか一歩、国境をまたぐとなかなか知って見える方が少なくて、ですね、うん、あのそういった方でどういうふうにこう取り組みを進めていければいいかなってこうとこう、いろいろと作戦を考えておったんですけども、えー、昨年の、えー、伊勢志摩サミット、えー、これを契機にぐっとこう伊勢、また伊勢志摩の注目を浴びたものですから、はい、えこういったです、ね、国際観光都市の取り組みを進めていただきたいというふうに思っております。はい 特にです、ね、あの知名度を上げていくためにです、ね、現在、の外務省さんの方がアメリカのロサンゼルスやイギリスのロンドンこういったところで,です、ね、日本の文化や日本のことをもっと知ってもらおうという,こう政策を進めていくことが今、予定されておりますので、えー、こういった連携をして、はい、日本一前の情報発信にも取り組んでいきたいなという,ふうに思っております。はい 特にやはりあの観光というのは、ですね、えー、僕らもいろいろとこう例えば旅行に行ったときに、えー、例えば市役所だけとか、えー、とお土産物屋さんだけがです、ね、おもてなしをしているよりも、やっぱり地域全体としてこう、ね、ウェルカムという姿勢がですね、はい、すごくあの大事になってくると思いますので、<ー>市民の皆さんにもまたご理解、ご協力もお願いしたいと思っていますそうですね、はい、ああ、よかったでは終わらない、はい、また来たいと思う安心感とか期待感があるといいですよね。はい 特に今は、ですね、はい、えこれまでこう観光地を訪れて、えー、見て帰るだけではなくて、こう何か体験できること、はい、こういったこともですねすごく大事なテーマとなっていますので、ええ、え伊勢市内でも今、30ぐらいのですね、えー、体験活動ができる、そういった取り組みも進めているところです、はい、では、産業面についても伺えますか。はい、はい なんといってもですね今年は全国菓子大博覧会三重、お伊勢ん菓子博2017が伊勢市で開催をされます菓子博はですねほぼ4年に1回全国各地を回って開催をされている日本最大級のお菓子の祭典でございます開催期間は4月21日から5月14日24日間三重県営三アイのその周辺でですねお菓子を見て買って食べて 楽しんでいただける内容となっておりますお菓子がつなぐおもてなしを世界へこれをテーマにですね、はい、歴史・文化が息づく大変伝統的な街である伊勢市で開催されることは本当に嬉しいなという,ふうに思っておりますおもてなし文化が根付くこの地域で子どもからお年寄りまで笑顔いっぱいになる菓子博となることを楽しみにしております今年はワクワクする イベントが余っているわけですね。そうですね。はい、あのやはりこうお菓子を食べていただくと誰でもこうやっぱりこうにこってこう笑顔になりますんで、はい、あのそういったところでこう笑顔いっぱいのですね、はい、イベントになればなというふうに思っていますし、あとはこう昔からこうあのお伊勢参りということで結構三重県はこう餅文化が発達をしていまして。えーはい やっぱり北は桑名からずっとお伊勢参りを前るです、ね、ルートで、それぞれ特徴のあるです、ね、お餅のお菓子がありますんで、はい、そういったこう歴史のあるお菓子も楽しみながら、また今、新しいお菓子がやっぱり出てきてますんで、そういったいろんなものをです、ね、楽しんでいただけたらなと思います、はい、さて、昨年は熊本で大きな地震が発生しました。の東日本大震災以降ですね、はいはい、市長が 緊急の課題として取り組まれている防災・消防について、お伺いできますか。はいはいえー、特に接種ではです、ねえーまあ、南海トラフによるです、ねえー、大地震、大津波、えー、こういった対策とともにです、ねえー、これまで宮川の氾濫と、こういった風水害のです、ねえー、防災対策にも取り組みを進めているところでございます。はいえー、特に以降は,です、ね、やはりその南海トラフの地震津波 こういったですね津波をしていこうということでハード面またソフト面について取り組みを進めているところでございます。特に一番はですねやはりこう地震が起こってで地震が起こった時にですね、えー、こう建物がこう倒壊する可能性があるとかありますので、はい、その耐震補強こういった政策も進めているところでございます。でまたですね実際に津波が発生した時に逃げる場所を確保しなければならない。 そういったところで沿岸部のです、ね、小学校や中学校を中心にです、ね、外付けの避難,避難階段を整備をしたりそれだけでは足りないところにです、ね、津波避難タワーこういった整備を積極的に取り組んでまいりましたただです、ね、こうハード面の整備をしただけではやっぱりまだ不足している部分がありましてこの点については地域と一体となって避難訓練をです、ね、毎年、重ねて活動してきております。はい 3.11から少し時間が経ってくるとあの防災の必要性のです、ねうん、気持ちもだんだんこう忘れがちになってきますのでやはりこういったあの避難訓練があるときにはぜひともこう積極的にご参加もいただきたいなというふうに思ってまたあの消防面につきましてはです、ね、昨年の2月に消防本部が高台へ移転するということで、えー、倉田山地区に移転をし業務を改修したところでございます。 で今回、この消防本部には防災センターというものを併設をいたしましてさまざまなこうあの例えば、えー、実際に、えー、火事が起こってで煙が発生したときにどうやって逃げたらいいのかとかです、ねえー、津波が来たときに車にじこ閉じ込められたときに。 どういうふうな形になるのか、そういったさまざまなこうあの消防や防災の体験学習ができる、そういった施設もございますので、ぜひとも地域の皆様にご活用もいただきたいなという,うに思っています。はい 住民一人一人の意識もどんどん高めていかないといけないわけですよ、ねはい、そうおっしゃる通りでして、はい、やはりこ,うあのこれをやったからもう済んだではなくて、ですね、うん、え継続してこう勉強していただいて、また避難訓練とか、参加をしていただくことによって、はい、あのいざという時の支えが可能になるというふうに思っています。はい では、次に、はい、健康福祉対策について教えてください。はい、はいえー、まずはですね、えー、障害者福祉の取り組みについて、えー、お話をさせていただきたいと思います。はいえー、実は、昨年四月はですね、えー。障害者差別解消法という、えー、新しい法律がのスタートした、はいえー、わけなんですけれども、これ、何かと言いますと、えー、これまで、えー、障害のある方もない方も。 同じように生活ができるようにしていきましょうねというのがこれまでのスタンスだったんですけどもこの法律がスタートしたことによって障害のある方もない方も同じように暮らしていけることができるようにしなければなりませんよというですねあの実はこうあの障害者福祉の中で大きなターニングポイントになった年でありましてえ例えば障害のあるお子さんが学校に通いたいんやとか。 例えば僕は車椅子に乗ってですね、えー3階にある ご飯屋さんに行きたいなといったときもお断りすることなくみんなでこう努力をしてそのサービスを受け,れる受けていくことができる環境整備をしなければあきませんよという法律がこういったことがです、ね、新しくこうスタートをしてきたわけなんですけども、えー、その中ではやはりこう地域とかです、ね、こう周りがい全体として障害のある方をサポートをしていくことを進めていかなあかんということで。 これは何かというと、例えばこれまでもこう障害者福祉の福祉に携わる方々や、例えば行政の関係の方が一生懸命、当然、福祉のことをやってきたんですけれども、やはりそれだけではです、ね、なかなかこう実際に障害者の方のお手伝いできることになっていなかった部分がありますので、やはり地域一体となって、障害者サポートをしていこうということで、障害者サポーター制度というのを創設をいたしました。はい、これがこう 障害者サポーター制度のバッジなんですけれども、はいで、この制度の狙いは何かといいますと,、えー、と、障害でもこう例えば、えー、と知的、精神、身体と、さまざ、あ、まなこう障害があるわけなんですけれども、はい、その障害の内容や、えー、必要な配慮、どういったことをしていたらいいのか、こういったことを研修を受けていただいて、そしてサポーターになっていただく、でそういった活動の中でですね、 誰かだけがこうそういったことをするんじゃなくて、こう誰もができることをして応援していこうというような制度の取り組みというふうになっております。実際にはです、ね、専門的な知識や技術は必要なくて、それぞれの中でできる範囲で活動してみよう、そういったです、ね、意欲のある人であれば、どなたでもサポーターになっていただくことができます。はい 昨年はですね制度を広く PR するためにこのシンボルマークをですね公募決定をしてそして発足記念シンポジウムまた研修会を開催したところでございますまたこのですね3月には第二回目の研修会を開催予定となっておりますのでたくさんの方にご参加もいただきたいと思いますので田村さんもよろしくお願いいたしますはい で続いてですね健康ポイント事業の取り組みについてお話をさせていただきます、はい、先ほども少し触れましたけれども日本全国がこう高齢化社会にこう入ってまいった中でやはりこう市民の皆さんが健康に長生きできるそういったことの、ね、応援もしていきたいといううに考えております。 こちらです、ね、医療、介護にかかる費用の増加、そういった部分もあるわけなんですけれども、やはり我々としましては、市民の皆さんの健康長寿、これの応援団として、取り組みを進めていきたいなというふうに思っています。はい、でその中で,です、ね、今回、スタートいたしましたのが、ウォーキングとかです、ね、それぞれのスポーツ、健康づくりに取り組む方々に対して、健康ポイントというのをつけていこうと健康ポイント、はい はい、よくあのたまさん小学校の時にえ夏休みにあのラジオ体操に行くとこう首からぶら下げたやつにこうスタンプをしてもらってで最後まで行くとこうあの鉛筆とかノートとか頂いたことありますと思うんですけどもあのそれのですね現代版ということでえその実際にウォーキング活動とか健康づくりに参加されたポイントがインターネットでこう積算されていくわけなんですね。 画期的ですねでそれが、はいえー、たまっていくとあの地域の商店街とかいろんなところでこう使えるものに、はいえー、キックバックとこうされてでそれをまた活用してこうなんか地域振興にできへんかなというのはこれの,あの今回またそのラジオ体操のポイントとちょっと違うところが、はいえー、実際にこうウォーキングと活動を始めて例えば骨密度だとか例えば筋肉量とかそういった実際の、えー、科学的なデートも あの検証していって、はいえー、どういうことをしていけば、実際にこう健康長寿につながっていくかというです、ね、こういったこともです、ね、いろいろとこう検証していきたいなというふうに考えています個々は健康になり、はい、地域は活性化するそうですね。なるほど そういったことを取り組みを進めていまして、はい、ただあの、今回、昨年からスタートしたのは、えっとまあ、モデル事業ということで、はいえー、ちょっと人数を限定させていただいておりまして、はいはい、まず今現在は約1000人の市民の方々が参加をしていただいて、えーえー、これからですねまた、はい、あの今年度以降、ですね新しい参加者を何人募集していくのか、これから協議も進めていきたいなというふうに思っています。はい 続いて地域医療についてはいかがでしょわれわれは、市民の生命を守る、これがです、ね、最優先に考えるまちづくりでございまして、特に新市立伊勢総合病院の建設について進めてまいったところでございます。はいえー、現在のの、ねえー、市民病院というのは、えー 昭和54年ぐらいにです、ね、建,設を進め建設をしてそれからこう地域医療の核としてこう、あのー、進めてきたところなんですけども平成10年に現在の病院の耐震診断、はい、大きい地震が来た時に大丈夫かなというこういった耐震診断を行ったんですけどもその結果耐震補強をするのか。 もしくは建て替えなあかん、こういった結果が出てきたところなんですね。はい、で、えー、その中で,です、ねえーまあ、平成10年に調査をして、えー、じゃあ耐震補強をしたらどうやっとか、こういろんなこう協議をしてきたんですけども、なかなか耐震補強だけですと、あのー、200箇所以上の,こうあのブレスという,こう 骨の枠をはめたりさまざまなことをしていかなければならないということで、えーまあ、現在地の中ではです、ね、こう非常にこうあの工事の時のこう響きとかでこう手術の影響とかです、ねまあ、騒音、振動の影響がたくさんあることもあって、えー、それならばです、ね、新しい病院をしっかりとしたものを作っていこうということで平成23年にです、ね、建て替えの表明をいたしました。はい、でこれまではです、ねえー、県の医師会さん また三重大学の医学部さん、まあ、関係者の方々にご協力をいただいて、そして基本構想を策定をいたしまして、現在の病院建設を進めさせていただいているところでございます。はい、まあ工事の状況といたしましては、地盤の改良工事、しっかりとやっぱり土地面を,を固くするですね地盤の改良工事が9月に完了して、10月に新病院の建設工事がスタートしたところでございます。 で完成がですね平成30年9月、そして開院が平成31年の1月ということを予定をしているところでございます、はい、で新しい病院はですね当然あの、南海トラフによる地震、津波の影響、を超えたこともですねしっかりと整備をしなければならないということで、免震構造の採用、そして災害に強い病院ということを目指しております。あででですすねね国の方ではです、ね 地域医療構想ということで、まあ、先ほど少し触れた人口が減っていくことや高齢者が増えていくことこういった人口構造の変化に合わせた地域の医療体制というのをみんなで考えていきましょうねということは大きな方針が実はあるんです、はい、でそういったところからです、ね、将来の,この伊勢、鳥羽、島、渡来地域この地域のです、ね、人口構造の変化に合わせたベッド数 を考えたりまたですねえっとこの地域で不足をしているのが回復期のリハビリテーションあのよくあの交通事故とかですね例えばこうあの急な病気で倒れた時に体の機能を回復するこういったものもですね、はい、充実をさせていきたいという,ふうに思っておりますまたあの医療機器の関係ではですねドマミエケンでは、まあえー 一番いいものをです、ね、あの揃えたいと思っておりまして、特にあのがん治療のです、ね、放射線治療にかかる機能をです、ねまあ、三重県の中では、あの一番いいものできればこう整備をしていきたいなということを現在、考えているところでございます、はい、またこれからです、ね、あの緩和ケア病床、そういったものをです、ね、新設をして、地域から期待に応えられる、そういった病院づくりに進めていきたいなというふうに思っています。うん本当にあのお話を伺うと、はい、地域のの皆さんの期待が、はい 大きく詰まっているんだろうな、はい、という感じです,ですね、はいで。現在ですねあの新病院建設に当たりましては。うん あのまあ、昨今のです、ねえー、復興のこととか、えー、東京のオリパラの関係で、建設費がちょっとこうやっぱ上がってきている部分も実はあるんです。えー、で非常に頭の痛い課題でありまして、はい、もうできる限り、えー、国の予算もです、ね、確保しながら進めておりますけれども、あの現在、市民や、えー、市民の皆さんやです、ね、市外の方からも、この新病院の整備のために、えー、よかったらというようなお気持ちも実は。 あの頂戴をしておりまして、で、えー、現在、1億5000万円を超えるぐらいのですねあのご寄付をいただいておりまして、えー、基金を作って、ですねそういったあの病院建設の事業、えー、また医療機器の整備資金として、えー、有効に使わせていただきたいと思いますので、えー、またあのー、お気持ちがあれば、ですねご支援もお願いしたいというふうに考えております。えー、そしてですねあのののの一番大事なここととは、えー、この地域の医療機関との連携 そして切れ目なく安心安全な環境で医療を受けることができる新病院にしていきたいというふうに思っております。またですね、この病院経営をしっかりと財務をしっかりしていくためにはですね、うん、医師看護師の方々の確保も大事なテーマでありますので、これもですね、関係関係の方々と協力して進めていきたいというふうに思っています。うん、では続いて、はい、教育面、スポーツ面についても教えていただけますか。はい、はいえー、まず教育面につきましてはですね、はい えー、今年度中にです、ねえー、伊勢市教育振興基本計画というのを、えー、策定を、えー、する予定をしておりまして当然のことですけれども教育の一層、えー、の推進を図ることとしております。まあ、あの昨年5月の伊勢島サミットを契機といたしましまて 子どもたちがこう世界にです、ね、目を向ける大きな機会もいただいたところでございまして子どもたちが自分の人生をです、ね、自分で切り開いていく力を身につけるように我々われはその取り組みを応援していきたいなというふうに実は昨年はです、ね、あの伊勢の子どもたち大変活躍した年でもありまして例えばあの伊す津中学校のですね えー、合唱部の皆さんが全国で金賞を取ってきたり、ですね、はいえー、宮川中学校の、えー、陸上で、県で総合優勝したり、ですね、はいえー、本当にいろんな子どもたちが活躍をしていただいておりまして、われわれとしてもその子どもたちこうあの、勉強はもちろんのことなんですけれども、うんえー、勉強やスポーツ、えー、こういったところにですね取り組みを進めていきたいなというふうに思っております。はいえー、またですねい、えー、いじじめめを問題をいじめゼロ そして不登校対策もです、ね、しっかりと取り組みを進めていきたいというふうに思っているところでございます先ほど少しサミットの話もさせていただきましたけれども、はい、英語の授業、こういったこともです、ね、取り組みを強化しているところでありまして、ALT という外国人の方が実際にこう教室に来てもらって、はい、で生のです、ね、英語のやり取りをこう勉強したり。 また、あの今年からです、ね、その新しいこう英語教育の推進、こういった政策も、えー、やっていきたいなとということを考えております、はい、あとはです、ね、あの少し気にかかっているのは、えー、子どもたちのこう読書離れとかです、ね、活字離れ、えー、このほうがです、ね、あのやはりこれからの教育でも大きなテーマとなろうかなと思っておりまして、えー、学校、図書や、えー、図書館の充実。 こういったものを取り組みを進めていきたいという,ふうに思っていますので、え、はい、ぜひともこうお子,お子様やですね、お孫さんにはこう読み聞かせをしてあげたりですね、そういった機会も作っていただけると大変ありがたいかなという,ふうに思っております。はい、またですね、地域の皆様に大変ご理解とご協力をいただいておりますけれども、小学校中学校の再編。 統配統合と配合で、ね、進めさせていただいているところでございます。まあ、これまでをですね、人口減少少子化時代に合わせた教育の環境整備を進めてきております。子どもたちがしっかりと勉強できるですね、環境整備のためにまた防災機能もしっかりと備えていきたいという,ふうに思っていますので、ぜひともご理解ご協力をお願いしたいという,ふうに思っております。はいで。現在ではですね。 今年4月に宮川中学校と沼木中学校の統合校として伊勢宮川中学校がスタートしてまた二見小学校と今井式小学校についても二見浦小学校として統合開校する予定となっておりますそして平成31年度には豊浜中学校と北浜中学校の統合校の開校に向けて準備を進めているところでございますはい 子どもたちが意欲的に学べて、はい、心も育てられるというのが、そうですね,ね、嬉しい環境ですよね、はい、特にあのこういった、まあ、子育て、教育のことについては、え学校だけではなくて、はいえー、家庭、地域、学校、この3社のやっぱり取り組みは非常にこう大事な課題となっておりますので、はいえー、ぜひとも地域の皆さんにもです、ねえ、ご協力をお願いしたいというふうに思っています、はいでえー、続いてです、ね、スポーツのことでありますけれども。 スポーツ面に関しましては、市民スポーツの振興、そして大会合宿の誘致となるスポーツ観光、こういった部分でさまざまな団体と連携をして、スポーツ環境整備を進めてまいりたいというふうに考えております。スポーツ振興につきましては現在 伊勢市スポーツ推進計画というものを策定中でございますこの計画に基づいて今後5年間の施策を展開していきたいという,うに考えております先ほど少しお話もしましたけれども平成30年の高校総体、はい、そして平成32年には東京のオリンピック・パラリンピックそしてその翌年には三重国体と全国障害者スポーツ大会が開催されることとなっております まあ先ほど少しお話をしましたけれども、スポーツ観光のこう観光客の誘致のことと、ですね、はい、えこう地域の方々がスポーツに楽しんで取り組んでいただける、えー、そういったですねソフトハード面の環境整備を進めていきたいというふうに考えております。はい、また今年はですね 伊勢市出身の著名なプロ野球選手である沢村英二さん、はい、あの沢村賞のあれですね、えー、の生誕100周年にあたることから、三重県と連携をして、記念事業を行います、はい、3月22日は、倉田山公園野球場で、読売巨人軍、そして北海道に日本ファムファイターズとのオープン戦を予定をしているところでございます。 嬉しいですねもう本当にですね、前回の倉田山球場での試合もすごかったんですよね、はいはい、そうですね、はい、あの倉田山公野球場がリニューアルオープンをするときに、伊勢にはこう沢村選手と、えー、あともう一人、阪神の西村選手が、はいえー、いらっしゃいまして、このお二人の追悼試合ということで、ですね本当に盛大な試合をしていただきました。はい で伊勢の子どもたちも、ですねそういったこう伊勢の大先輩の姿をですね感じてもらって、うん、えそして、えー、それぞれ頑張っていただければ、えー、大変嬉しいかなというふうに思っていますすそうですねちょっとしたきっかけで、はい、スポーツの魅力を感じて、はい、プレーしたり、はい、見る喜びを得られるといいですよね、はい、そうですね、はい、またあの3月の20日から26日までに、ですね、えー、伊勢市観光文化会館、えー、沢村栄治生誕100周年記念展を、えー、開催予定ですので、ぜひ会場にお越しをいただきたいと思います。はい あの実はえ、倉田山公園野球場と、はい、え観光文化会館が、はいえー、ネーミングライツということで、企業さんがスポンサーになっていただいて、はい、え4月1日から、ですすすねをるようになりますあそうなんですね、倉田山公園野球場が、はいえー、ダイムスタジアム伊勢、はいでえー、観光文化会館がシンフォニアテクノロジー響きホール。 こういった名称、実は変わることに、相性です、ね、相性が変わるとりますので、はい、ぜひとも皆さんにも知っていただきたいなと思います,そ,す、ねはい、それでは、はい、今後の行財政改革などの取り組みと、市民支持について、お話をお願いいたします、はいはいえー、先ほども少し触れさせていただきましたけれども。 日本全国ですね人口減少や少子化高齢化の進展といった課題がありますそういった課題にですね取り組むためにですね持続可能な地域社会を実現していくことが大事なテーマというふうになっておるわけなんですねその中ですね平成27年に伊勢市の将来展望を示した伊勢市人口ビジョンそして地方創生でもあります伊勢市町人仕事創生総合戦略というものを 策定いたたししまその中で,です、ねえーそのせ、総合戦略という作戦の中にです、ねえー、新しいいい人のの、えー、流れを作っていこうというとがあるんです例えばこうあの、この町で暮らしている人の数をです、ねはい、少しでもこうよそからこう引っ越してもらうだとか、例えば、えー、観光面の取り組みで、えー、たくさんこう交流人口を増やしていこう、まあ、こういった取り組みが、えーえー、必要なわけなんですけれども、はい、その作戦の一つの中にです、ね、はい、シティプロモーションの推進というのがあります。 はい,こ,<う>ういこ,これはですね町をですね、えー、プロモートして要は伊勢市の中の、えー、魅力をもう一回発掘をしてそれからちょっとですね、えー、っとじゃあそれをよその方にどういうふうにしてもらおうか、えー、こう情報の発信を伝えてであ伊勢ってええな一遍行ってみたいな暮らしてみたいな、えー、こういうふうに思ってもらえるのために。 このシティプロモーション推進計画というのを策定したんですね。なるほど。わが町自慢です、ねはい。あ、まあ、そうです。わ、はい、が町自慢のために、はいえー、歴史をもう一回探り直,、ね、直したりだとか、はいえー。それぞれ新しい会社の商品開発をですね、はい、されたことを一緒にこう。えー あの情報発信をしたりうん、うん、えそういったことをやっていく事、えー、業なんですけども、はい、これはですね、えー、っと市役所だけが一生懸命です、ねえー、こんなありますんっていうだけではなくて例えば、えー、っとうちの町にはこんな素晴らしいあの歴史があるんだよとか、はいえー、うちにはこういうです、ね、新しい 商品を開発したんだよとかもう,こう街一体となってですね伊勢の魅力をを発信をしてていいいきたななといううに思っているわけなんです、はい、でこういったことの、ね、取り組みを現在進めているところでございますのでぜひとも皆さんからです、ね、いろんなご知恵も頂い,いて、うん、そして全国それ世界中にですね伊勢の魅力を発信をしていきたいなと思っていますのでぜひともご支援ご協力をお願いしたいといううに思っています。 えまたあのー、まあ、そういったですね、えー、魅力の情報発信とともにですね、えー、ま将来の人口が減っていってで、えー、ま税収が減っていく中でですね、えー、公共サービスですね市役所のサービスもきちんと提供できるためのあの行財政改革でも必要になっております、はい、でこういったところでですね将来の公共施設ですね。 またこういったことの維持費や更新経費こういったものが非常に大きな課題となっておりまして長期的にですね人口の変化に合わせた公共施設の数だとか機能をどうしていくのかこういったものをですね重点的に取り組みを進めていきたいというふうに思っています。 でえー、このです、ねあのーまあ、10年後、20年後の、えー、少子高齢化に合わせた、えー、公共施設の、えー、あり方をです、ね、進めていくために、えー、伊勢市公共施設等総合管理計画というのを昨年の3月に策定をいたしました。であのーまあ、大体この 市民の皆さんも、えー、人口が減っていくな子どもの数が減って、はい、高齢者の方が多いなということを大体皆さんこうあの知ってみてですね、はいえー、全体的なこう公共施設を減らしていくことはし、まあ、仕方ないなと思っていただけるんですがど,どうしてもわが町の。 施設になってくると非常に皆さん、思い入れがありますので非常にいろんな議論がです、ね、必要になってくると思いますので、はいはい、まずは、えー、っとこうその課題をテーブルに乗っけてどういった公共サービスをこれから構築をしていくのか再編をしていくのかということでぜひ、えー、ともこの計画に基づくです、ね、管理のあり方こういったこともです、ね、市民の皆さんの説明会等で,です、ね、ご意見またをいただきたいというふうに思っております。そうです はい、やはり今のこの時間を見てしまうので、はいはい、住民の皆さんも先を先をという目が必要なわけですね、はい、もうこの点については、地域の皆さんのご理解、ご協力なしです、ね、あのなしでは進めていくものでありませんので、はい、ぜひともいろんなご意見を賜ればといううに思っています。はい では続いて市民自治についてお願いしますはいこれまでですね伊勢市内の各地域にですねまちづくり協議会というものをですね設立をしていただいております現在は二十三地域でそれぞれの地域の魅力の発見また地域課題を解決するためにですね さまざなこうあのー、活動をですねしていただいておりまして、例えばこうあの防災だとか防犯、またこう子どもたちのこう逃げ校の見送り、えー、そういったものをですね、えー、本格的な活動として、えー、スタートをしていただいているところでございます。で現在はですね、えー、そのまちづくり協議会の活動をですね、えー、しっかりと我々もサポートしていこうということで、えー、ふるさと未来づくり条例というのを設立をして。 でそれでですね、皆さんの活動の応援をさせていただいているところでございます。はい、こういったですね、やはりこう地域が顔の見える関係性づくりをですね構築していくことも将来のまちづくりにつながっていくこともございますので、こちらも市民の皆さんと一緒に取り組みを進めていきたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。はい、では市長最後に。はい 市民の皆さんへとメッセージをお願いします。本日はですね、観光や防災、福祉、地域医療などたくさんのですね市の事業のお話をさせていただきました。新しく迎えたこの一年もですね、子どもたちの笑顔が溢れ、幸せに老後を暮らせるまちづくり、少子高齢化のために皆さんとともに一生懸命まちづくりを進めていきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。また先に申し上げました通り。 本年の4月21日から5月の14日まで県営サンアリーナ周辺で大伊勢山菓子博2017が開催をされます全国から訪れる方々を伊勢志摩サミットで培った伊勢のもとなしの心でお迎えをしぜひとも成功に導きたいと思っておりますので皆様のご支援ご協力をお願いいたします今回は鈴木健一市長にこれまでの取り組みと 今後の市政運営などについてお話を伺いました。市長、今年一年もまた活気ある一年を迎えられそうですね、はいはい。市民の皆さんが大きく飛躍できる年になればと思います。はい、はい、皆さんで羽ばたきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。